はい、どうもプロダンです。いや、ということで今日朝から、今朝の7時半なんですけど、今から名古屋へ行くんですけど、これ理由が今日ちょっととんでもなくて、俺の中で。こちらのね、本の方、これ、俺5年、5、6年ぐらいバズっていう事務所に所属して、バズって結構有名じゃないですか、いろいろあって。大ベテラン。クリエイターの中で一番もう長いんですよ。そのバズのグループ会社のさらに上の会長さん。こちら谷菊郎さんにちょっとお呼ばれしたんで、名古屋にね、それあの会社があるみたいで、この方81歳で、これ見てください、筋トレ好きということで、なんかポルタンと筋トレしたいみたいな感じだったんで、まあ、ちょっとね足運んで、それでやめたいって言っていきたいと思います。はい、おじいちゃんの寿命を減らしたいと思います。はい。はい、行ってきたいと思います。名古屋暑い。名古屋デカ盛りの街、それも楽しみ。はい、じゃあ今から会長さんに会っていきたいと思います。なんかめちゃめちゃとんでもない人らしいんで、やっぱそのもう会長なんで聞かなきゃよかったんですけど、ちょっと緊張してきました。じゃあそんな感じで行ってきたいと思います。なんか久々だな、会社員時代思い出すわ。会社員時代で NHK に取り上げられてバレて社長室呼び出された時みたいな感じだ。うわすごいな。はい、これでして、これ全部自分のビルってとんでもないな。やっぱりとんでもない人がいるんですね、やっぱりこの世の中。いやもういい、そんな感じ。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。はい、ということでこちら会長室だって、やばい。ちょっとマジで緊張してきました。バズのさらに上の上の、そしてさらにトップに君臨する会長様のお部屋なんで、ちょっとね今から初めて会うんですけど、で何の話しようか迷ってるんですけど、企業の、ね、トップなんで、どんなもんか社会科見学でちょっと部屋とかいろいろ聞いてみたいと思います。じゃあ、はい、行きたいと思います。いやいや会長、会長やばい体じゃないですか。どうなの、私が81ですか。もうすぐ82になるよ。いやそれでこの肩と、そう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 、いやすごいな。あんた33、よし、はい、これをトレーニングをプレゼント。いやすごい意外なんだけど、よいしょ。いや意外に重たいの、これ7キロぐらいありますよね。33歳、81歳、はい、でも孫と、まあ、いたの、まあ、みたいなもんだな。いやちょっとこういう方にお会いするの初めてなもんで、ありがとうございます。俺もこういう方に会うの初めて。本当ですか。あ、まあとんでもないあのバズを買収していただいてありがとうございます。いやありがたいことですわ。今のね、はい、やっぱりね若い人に一番通りのいいようなね、はい、YouTuber、 そういうやっぱり仕事もね俺たちもねやってみたいじゃない。いやすごいですよね。まあお年を言うのはあれなんですけど、やっぱその世代でそういう YouTube とかその流行りのものを理解して、まあそういう思考になれるわけじゃないですか。いやあんまり理解してないよ。いやでも感覚が すごいなと思っちゃいました。猫踏んじゃったで、はい、大胸筋を動かすわけ。ああそういう遊びがあるんですね。猫踏んじゃった、はい、猫踏んじゃった会長、あの書籍のご出版おめでとうございます。いやありがとう、はい、いやマジですごい方なんで、名古屋なんですけど、もう名古屋、町とか作ったりしてるんですか。まあはい、まあ、名古屋はさ、ね、エビフライとか、はい、有名ですよね。そうそうそう、ね、いろいろあるじゃね、はい、それを、ね、全部集めて一軒一軒回るの結構面倒くさいからさ、名古屋城のお城の前に、ね、全部集めて、ね、金シャチ横丁っていうね横丁を作って、横丁を作られた、そこに全部名古屋飯が全部集合して。いやスケールがとんでもないもんな。ちなみに真面目な話、そのモチベーションなんですか、その働き続ける。簡単なことだよ、はい、ね、簡単な、まずね健康だっていうの、うん、だって健康だったらさ80でもう死んでる人もいるし、そうですね、車椅子の人もいるし、杖ついてる人もだけど、健康だったらさ別に関係ないじゃん、それは。確かにそうですね、働きたければ、はい、で俺はさ自分の好きな仕事やってるからさ、
まあ、あんたと同じようなもんだな。まあ、好きなことやってるから別にそんな、ね、仕事だと思ってない。なるほど。じゃあ好きなことをやって生きているってことなんですね。そうそうそう。いや、本当その YouTube の元のなんかもう根本みたいな体現しますね。80歳になっても YouTube 撮ってると思います？いや、撮っていきたいな。やっぱ生きた証残したいんですよ、僕。いやいや、それはそう。あのね、どっちみちね、人生はね、短いわ。で、金も地位も名誉もね、あったってね、健康でおもろいことをやらないと意味ないよ。お金なんてものはね、ないのと一緒だ。まあそうですね。いや、すごい方で、やっぱもう、お会いして目が、ね、なんて言うんだろう、生きてる。そうそう。まあ、はっきり言ってね、はい、これと、はい、これ、ね、はい、仕事、大好き。いや、もう、よかったです。そんな回答で、僕と話が。うわ、やっぱこういう方がね、そういう話すると、道間違ってなかったなと思いますね。ちょっと高いのとかないですか？高いの？はい。あ、高いの？これは。モネコンティとかあんだけど。これ、いくらぐらいですか？ロマネコンティってやばいですよね。これは、2000年か。これ500万ぐらいするかな。500万を、こんな冷蔵庫に入れてるんですか？そう。社員さんとか何人ぐらいいるんですか？グループ全部集めれば、まあ、500人はおるんじゃないですか。500人、そんな大したことないよ、そんなこと。いやー、すごいっすよ。数でいけば大したことない。そんなの何万人とおるんだったら、ね、まあ、まあ確かにいますけど、うん、まあ、これがこの YouTube のね、バズの会社の親の親ですよ。神みたいなもんですよ、うちの会社の。だってみんなさ、すげえ震えてるもんね。これ俺のね、はい、あのお祝いでね、人形をね、これうまいこと作る人いいんだよ、俺の人形なんだよ。チャールドプレイみたいで。見てこれ、肩のこのカットとかさ、カットすごいです、ね、普通出ないからね。で、このセパレーション、うん、やっぱ筋トレしておけば、やっぱ人生大丈夫ですか？そう、はい、要するにね、人生に大事なのはね、はい、ね、お金と筋肉なんだよ。それ、貯金って言うんだよ。なるほど。お金の貯金と筋肉の貯金、はい、これ2つあれば大体、はい、人生なんとかなります。なんとかなる。会長が言うと重みがあるんで、説得力が異常に。地方を元気にする男、中身はそう大したことないけど、はい、ね、僕、加山雄三さんとかあります。すごいな。いや、そういう生き方したいな、俺も。中身より外身が立派なんだよ、はい、いいこと書いたんだよ、はい、ほう。でも、分かるかな、若い人に分かるかな。まだ20年早いかもな。早いしょ。うわ、すっごいな。マジっすか。体の機能どうなってるんですか。ちょっとバランスも体幹もしっかり。いや、これ結構本当きついぞ。はい、取り。すごいですね。あ、じゃあ本当になんかサーキーみたいなことやられてる。そう、サーキット。サーキット系な。そう、サーキット系な。年齢重ねていくと、いやいや、もう絶対心肺機能は、そうですよね、ええ、もう筋肉だけつけても良くない。まあ活かせないですよね。そうそうそう。いや、でもすごいですね。じゃあ会長、ちょっとお話ありますよ。ちょっといきなりなんですけど、バズやめていいですか？は？バズやめたいんですけど、やっぱりね、世の中はね、持ちつ持たれつってことあるから、はい、ね、自分のためにあげちゃって、人のためにも尽くすというのが、これがホモ・サピエンスの、ね、はい、栄えた理由なんだよ、はい、ね、自分のためと人のため、要するに集団を、ね、組織をものすごく重んじる、仲間を重んじる、これがホモ・サピエンスの栄えた理由、ね、自分も、ね、成長して、なおかつ、ね、他の人にもね、それを分かち合うという精神がなきゃ、お前こんなね、胸してても意味ないよ。すいません。え、俺の胸はね、俺のためだけにあるんじゃない。なるほど。彼女の会長、自分で落ち着くないのかな。